なんだこの邪悪な木は。これはとてつもない力を感じます。これが魔人ブーの木なんですか。いえ、まだ魔人ブーは復活していないので、バビディとその手下たちのものでしょう。ですがこのまま奴らの好きにさせては魔人ブーの復活は時間の問題です。急ぎましょう。ヤコとプイプイだ。こいつらはバビディではありません。え？来たな。グヒヒヒ。ここから先にはこのプイプイ様たちが行かせはしないで。気をつけてください。奴らはバビディの魔術に支配された者たちです。何ですって。海王神様、あいつはまさか。ええ、あれは魔獣ヤコン。あんな厄介なものまで従えていたとは。魔獣ヤコン。そうです、宇宙の魔獣と恐れられているとんでもなく強い怪物です。前も言った通り、バビディは魔術によって強い戦士を集め仲間にしているのです。油断は禁物ですよ。なるほど、わかりました。ですがここは俺一人に任せてください。海王神様との修行で身につけたZソードの力であいつらを倒してみせます。しかしこんな奴ら相手に手こずっていてはこの先の戦いは生き残れませんよ。それにこれまでの修行の成果をここで試しておきたいんです。海王神様。わかりました、トランクスさんを信じます。おお、貴様一人で来るつもりか。バビディ様エリスグリの戦士である俺たちになめたこと。グホッホ、切り刻んでやれ。行くぞ。まあ、Z ソードはね、使わないんだけどね。バビディのところへ行かせてもらう。必殺技に準備してないので、Z ソードは使わない。あ、ワンパンだ。魔獣と恐れられているのだが、大したことはないな。通常攻撃でも行くんじゃないこれ。さすがにちょっと、懐かしいのしてくるね、お前は。3発なかなかやるじゃないか。弱すぎる。降参した方がいいんじゃないか。